子ども地球基金は世界中で子どもたちと絵を描いて、その絵で他の子どもたちをサポートするという子どもたちのボランティア活動です。うちの息子セイは絵を描くのが大好きで、この絵が素晴らしいなと思って、この1枚目の絵がきっかけになって子ども地球基金に発展したんです。子どもの絵というのは素晴らしくて、あの絵そのものがすごく感動を呼ぶんです。私たちはこの子ども地球基金の活動で3000回を超えて子どもの絵の展覧会もしています。で、世界中の方々が本当に子どもの絵を見て、言葉や習慣すべて違っても見るだけで非常に感動して涙を流してくださる。ときまるくん、今何の絵を描いてるの？いろんな気持ち、ワクワクするような、なんか気持ち。鳥だとなんかどこにでも行けるような気がする。鳥ってどこにでも行けるかな、うん、本当に子どもの持っているそのクリエイティビティをもっともっとあの大きなものにして、子どもが想像力豊かになることで素敵なあの地球、素敵な未来を作るというのが私たち の、まあ、あの大きな目標なんですけれども、今回 NFT で初めてローンチするこのご紹介する絵は、33カ国違う子どもたちの33の作品を33部ずつエディションとして特別に発行します。